どうも、ビーレジェンド、すみだです。どうも、ビーレジェンド、上野です。今日は、何ですか？呼び出しといて、何ですか？そうですね、上野さん。頻繁にこう、トレーニングし始めて、約1年ぐらい経つんですけど。もしかしてそれって、1年間で体重が10キロ増えた話ですか？はい、なんで言っちゃうんですか？なんで先に結論言っちゃうんですか？ちょっとなんか、周りくどかったから。意地悪やな、ほんまに。で、いや、でも、1年間やっぱ見ても、んですけどやっぱ大きくなったなって感じはありますし、はい、横から見るとやっぱなおのことですよね。背中と胸の厚みは、うん、出てますか？出てます。あ、ほんますか？はい。で、脂肪もあんまついてないように見えますけどね。実際そうですかね。まあ、あのフットサルやってて有酸素運動も週に2回絶対やるっていうのはあるのかもしれないですけど、うん、なるほど。はい。じゃあもう脂肪はつけずに、まあ、10キロ増えたというふうに行ってしまって、まあそういう体で今回はお話を聞いていこうかなと。そうですね、はい。なんか私からしてみれば、はい、1年間の10キロ増体ってなかなかえぐいなというか、はい、あの羨ましいんですよ、はい。なんでそんなになれたのっていうところはちょっと。そうですね、まあ、僕がこう気をつけてたこととして、なんかその、はい、多分切り口で言うと、うん、まあトレーニング面、栄養面、ならその他で気をつけてたことみたいな、はい、その3本柱でも話か、そうですね、しやすいかな、はい、そういう話だと。だとしたらトレーニングとかだと、トレーニング面はこの1年間に関しては多分週4か週5の頻度を欠かさずにトレーニングをしたかなっていう部分はあります。はい。それは、もう分割しっかり分けて、あ、そうですね、しっかり分割してで、ちゃんと休ませる部位はしっかり休ませてっていう部分を意識してやった部分はあると思います。はい。それで言うと、まあ、各分割のメニュー内容みたいなのもちょっと聞いてもいいですか？はい、そうですね。月曜日は、月曜日は多分胸なんですよ。あ、好きな、好きなんですよ、胸が。はい。胸は何の種目をどういうセットでやってたんですか？そうですね、一番最初にまずもう、あの、やっぱり重量を扱うベンチプレスを、うん、から始めるんですよ。うん、で、まあ、僕がやってたのは、あの、しっかり自分が10回から12回ぐらいを扱える重量をまず3セットやる。うん、なるほど。はい。まあそこは筋肥大にも割とその忠実なセットの組み方で3セット。そうですね。で、それ終わってからちょっと若干ドロップセットで。ああ、ドロップセット。はい、そこからですね。はい。落として。ああ、なるほど。どれくらいの刻みで落としてるんですか？まあ、大体5キロとか10キロとかぐらいですね。はい、なるほど、はい、そうなんですね。はい。なんかその5キロ10キロだとあれですよね、多分そのレップ数も結構まばらになりますよね。そうですね、はい。確かにドロップセットね、なんか短時間で追い込むにはいいですよね。そうですね。で、しっかりそれでまだ2回だから合計5セットですかね。あ、やってっていう感じですね。なるほど。はい。だから私もドロップセット一時期やってたことがあったんですけど、あのもう 70% の重さにこう設定して落としていくっていうのは結構やってました。はいはいはい、だから100、はい、70、約50、49だから50、はい。結構じゃ落としていくんですね。うん、まあそのなんだろうな、ドロップセットのその重りの付け替えのインターバルも考慮すると、はい、もっとそのまあ8割くらいでも 80% くらいでもいいかもしれないですけど、はい、そういう計算の仕方面白いです。あ、うん、そういう方法もあるんですね。そう、あとは胸はベンチ以外は、あ、ほんでそれが終わったら次、あの上田さん一緒にやったグアムで、はいはい、インクラインの、うん、あれからもうずっとやるようにします。インクラインのあれはプレス？ベンチプレスで、はい、インクラインのバーベルのプレスで。そうですね。あ、なるほど。一緒にグアムでやって、あれからもうずっとやってますね。あれはもうスミスではなくてフリーウェイトとしてですか？スミスがあるところではもうちょっとスミスでやるようにはしてるんですけ ど、うん、それも5セットやります。ああ、そういうこと。はい。さっきのベンチは3セットプラス、ドロップにして、そうか、2回セットやりますね。なるほど。5セットやってるんですよ。結構ハードっすね。インクライン、そうですね。だからそんなになんか追い込めてないんちゃうかみたいな言われるんですけど、まあでも回数をやるようにはしてるんですけどね。なるほどね。で、インクラインやって、あとはで、そこでもうフリーウェイトが終わって、次はもうマシンの方に行きます。ああ、はいはい、はい、マシンのプレス、チェストプレス、チェストプレスもやる。まあ、順番はもう前後するんですけど、うん、フライですね。ああ、なるほど。はい、フライ。
まあ、狙いで言うと、まあ、割と内側狙い。そうですね。あ、なるほどね。で、チェストプレスやって、で、あの、ケーブルがあったらね、ケーブルで。ケーブルクロス。はい。やるんですけど、なければダンベルで、ダンベルフライとかやって。ああ、なるほど。はい。まあ、フリーウェイトにまた戻るわけですね。そうですね。はい。じゃあ種目でいうと、まあ、5つくらいやってた。そうですね。でそれで胸は終わりですね。うん、じゃあ火曜日、あ、ほんでその月曜日に胸やった日に一緒に3頭も、あ、なるほど、3頭は何やってるんですか。3頭はこのこれで、あ、ダンベルで、なんていうんですかね、オーバーヘッドエクステンションなのか、はい、フレンチプレスなのか、はい、あ、なるほど。これをドロップセットでもう一気に泳ぎますね。なるほど。あえてそれはダンベルなんですね。ダンベルですね。うん、他にあるんですか。オーバーヘッドは、はい、まあ、ケーブルで、ケーブルがあるところであれば、はい、ケーブルでやっちゃいますね。で、アタッチメントロープでやるのが好きです。あとその、まあ、通ってるジャングルジムでは、はいはいはい、まあ、ダンベルを握って、はい、それをこう、会長に引っ張ってもらう、もう、そう、あの、下にすか、マニュアルで、そう、引っ張ってもらってそれに耐えるみたいなのがめっちゃきついですよね、多分きついですね、ね、うん、ってなってます。そうそう、まあ、それがじゃあ月曜日だとして、はい、火曜日、火曜日はあのフットサルなんですよ。あ、なるほど、フットサル、フットサルの練習があるんでオフですね。お、じゃあ水曜日、水曜日は、今は足ですね。あ、足やってるんですか。あのフットサルの次の日にもう足を持ってくるようにして、うん、足何やってるんですか。足は結構やっぱり一番最初に僕フリーウェイトでもうスクワットします。あ、なるほど、はい、それはもうフルスクワットですか。フルですね、で自分が10回扱えるので10回3発やって、10回を3セットってことですか。そうですね、はい、そうですね、うん、でそっからね、もうあの重量を一気に落とすんですよ。はいはい。で落として、もうあの回数をむっちゃやるようにします。ああ、ハイレップ、ハイレップめちゃめちゃきついやつだ。あのフットサルやってて、うん、こう多分有酸素運動しなあかんっていうふうに思ってて、うん、もうハイレップでだから20発とかやったんです。ああ、そうですか、はい、それもフルスクワットで、それを5回ぐらいやります。あ、はい、めっちゃやりますね。いや、そうです、それはやらなあかんなと思って。でもそれあれでしょ、20発でも割とその20発やってまで余力ある感じですか。いや、結構もうなんか行き上がってる、こうベンチにあーってなってますね、汗楽になって。なるほど、はい、それでも 20レップ ×5セットは相当ですね。いや、絶対やりたくないもん。ほんますか、はい、だから多分まだ重量もうちょっと上げれるのちゃうかなっていうふうには思ってる部分はあるんですけど、ね、なんかそこはいじっても面白いかもしれない。そうですね、それやったらめちゃめちゃ強くなると思いますか。そう、ノンロック フルスクワットでやったら。ただまだまだフォームとかがちょっと甘い部分はあるんちゃうかなっていうふうに思ってるんで、まあ、ちょっと怪我だけで、そうですね、あの腰、あのフルでやると腰だとなんだろうっていうのがあるかもしれないですね、はい、でそれでいうとまあスクワットやって、でもあの今までやったらそのレッグエクステンションとレッグカールやってたんですけど、うん、最近もだからそっちのフリーウェイトの方に全振りしてるような感じです、ね、あ、なるほどなるほど、はい、いいですね。でもで終わったら、まあ、あと一応あのカーフレイジ、あのマシンでやって、うん、あ、じゃあもうシンプルにスクワット、フルスクワットとカーフレイズだけと。そう、んであと余力があればそのマシンでレッグプレスをやるぐらいですね。はいはい、なるほどね。まあ、多分サッカーっていう競技特性、まあ、フットサルっていう競技特性だったり、あとフィジークとかでいうと、はい、まあ、サーフパンツで隠れる手前ね、はい、あんまりそのアイソレート種目はそこまでっていう考えのもとやってるんですかね。あ、そうですね。あ、すごいですね。そこまで分析してくれる。いや、それはそうでしょ。はい。あ、なるほど、足、はい、で木曜日、木曜日はもうあと肩と肩ですね。肩、はい、肩もいろいろありますけど、肩は、まあ、そのジムのマシンの空いてる状況にもよるんですけど、うん、フリーウェイトのとこが空いてたら、まあ、ダンベルで、うん、あ、プレスプレスして、うん、でサイドレイズして、うん、で次後ろのリアして、うん、リアはまあベントオーバーみたいな形での、あ、そうですね、こうやってこうですね、リアレイズ、リアレイズして、フロントはやる、やらない、フロント、フロントの、はい、フロント、あ、前ですね、うん、あのこれもやりますね、 あの重り持って、あのこれ重り、これ、ああ、はい、なんこれ、なんていう種目なんでしたっけ、
これ僕も名前正式名称知らないんですよ。なんだっけな、これ前見たんだよな。